こんにちは、加藤咲です。今回は仕立てに出していた浴衣が出来上がったので、皆さんにもぜひお披露目したいと思います。はい、じゃあもう早速開けていきますよ。じゃじゃーん、こちらです。波の模様の浴衣になります。こちらはですね、石塚線香さんっていう、まあ、江戸小紋を主に取り扱っている染め屋さんの浴衣になります。この色だったら着物としてもね、こう半襟つけて、着物っぽくも着られるかなっていうところでちょっと買ってみました。地色が黒ですね。こんな感じですね。なんかつい無彩色ばっかり選んじゃうんですよね、いつもね。じゃあせっかくなんで、試しに着てみたいと思います。じゃじゃーん、いかがでしょうか。結構ね、これ柄が強めなので、帯合うかな、なんかどんなのが合うのかなってちょっと心配してたんですけど、意外と何でもいけるかなと思いました。今合わせてるのがもうほんと昔の家に眠ってた帯ですね。半幅帯で、生きに吉屋結びで、締めております。で、他にもですね、まあ、例えばこういった無地の半幅帯とかでもね、こっちの色でも合うし、まあ、色味は大体何でも合いますよね。こっちの色でも合うかなと。まあ、無地の場合は、帯留めとかをしてね、遊んであげるといいのかなと。まあ、波の柄なので、お魚さんとかのね、帯留めがあるといいなと思ったんですけど、ちょっと今持ってないので、まあそのうち買おうかなと思いますね。で、あとはそうですね、私ちょっと半幅帯あんまり持ってないんですけれども、まあ、こういうのとかでね、造形色っぽい感じでやってもいいと思うし、これもね、いいかなと思います。がっつりお花なので、まあ、波にお花なので、ちょっと柄的には、色味的にはいいんですけど、あとは、名古屋帯ですね。名古屋帯とかだったら博多はバッチリ合うんじゃないかなと思うんですけれども、はい、こんな感じでめちゃめちゃかっこよくなりますね。すごいかっこよくなります。で、同じ、博多でも例えば、優しい色が何種類か入ってるんですけれども、まあ、こういうのだったらね、ちょっとこうかっこよさもちょっと軽減されるかなっていうところで、こういうの合わせてもね、いけるかなと思います。で、これ結構透け感があるんですよ。わかるかな、腕とかめちゃめちゃ透けて見えるんですよね。最近の浴衣って結構生地が薄く作られてるものが多いです。昔の浴衣は木綿の着物とほぼ同じぐらい、かなり分厚い生地で作られていて、透けることはほぼほぼなかったんですけれども、最近作られてる浴衣の反物っていうのは大体結構こう透け感がありますね。で、こういった透け感のある浴衣を、まあ、ちゃんと浴衣として着るっていう場合は、浴衣用のスリップを必ず着るようにした方がいいと思います。キャミソールとかだと、まあ、思いっきりね、腕全部がこうシルエットが透けて見えてしまうので、まあ、若い子とかだったらね、全然問題ないかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、ね、お肉とかが気になりだした方とかは、やっぱちょっと半袖のものとかを着た方が、まあ、いいかなと思います。あとこういう透け感のあるものだと着物風にも着やすいかなと思います。まあ、下に普通に序盤着てもいいですし、まあ、襟だけのね、美容襟、嘘つき襟っていうものをつけてもいいかなと思うんですけれども、まあ、私はこれだけ、まあ、ちょっとわかるかな、伝わるかわかんないんですけど、結構透けてるんですよね、腕が見えるぐらいに。これだけ透けているものであれば、私だったら普通に長襦袢着ちゃうかなと思いますね。まあ、でももう暑いので基本は浴衣として重宝するかなと思いますね。ちょっと秋が近づいてきた頃に、下に襦袢を着て、涼しく、でもちょっとこう色味的には秋もいけるかなと思うので、秋っぽく、着ていきたいなと思います。他になんかこういう帯合いそうじゃないとか、なんかこういうモチーフ入れたらいいんじゃないとか、アイデアがある方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。着物をスラッと美しく着こなす先式スレンダー着付け術についての無料 LINE 講座を開催中です。下の概要欄もしくはコメント欄から私と LINE でお友達になっていただいて、ぜひ受講してみてくださいね。